これから助け合いジャパン情報レンジャーの安田がオールボディカウンターを体験してきます。はい、測定値の値はベクレルという単位で表されますね。ベクレルについては皆さんご存知だと思いますが、放射性物質の量を表してますよということで、今日は量を測りました。セシウム137の体内に残留していると思われる量を測ったことになりますね。でこれは機械自体にも機械が検出できる限界値がありまして、こちらはセシウム134137ともに300ベクレルが機械の検出できる限界値ですね。ですので300以上ですと検出数値が出ますが、300ベクレル以下の方は検出されずという誤字表示になります。このオタクというのは成人の方ですと50年間の間ですね、自分の体内から受けると思われる内部被曝線量が表されますよと言います。1年間365日日常的に毎日継続して経口摂取したと仮定にしまして線量を推定しましたよということで計算されまして、50年間でも約1ミリシーベルトになるでしょうと推定になっています、ね。出てますこの数値というのは自宅実行線量表は1、2万ですが、仮に1ミリシーベルト、1ミリシーベルトの時に体の中にある放射能の量ベクレルはどれくらいかということで、そこまでに数値が出てます。数値的にはとても低い数値になってますので、こちらの今日検査した中にはですね、体に影響が出るような値ではないでもないということでございました。